大阪市立生命級小学校、大阪市立生命級小学校、大阪市立生命が丘小学校は、大阪府大阪市安倍野区、生命通りにある公立小学校、安倍野区西部の住宅地に位置する、現在の安倍野区,区の区域では最も歴史の古い小学校となり、当校からも小学校が分離開校している。明治時代初期に、 当時の東成郡天王寺村に設置された、第五大区第一小区第四番小学校、東成郡安倍の尋常小学校、第五大区第一小区第五番小学校、東成郡殿下座屋尋常小学校の二小校が、生命九小学校の起源となっている。明治時代初期には、天王寺村に第一番天王寺、第四番安倍屋、第五番天下座屋の各小学校が設置されていた。 三校は1896年に一時合併し、安部屋、天下茶屋両校は天皇寺校の文校となってたこともあった。しかしすぐにそれぞれ再独立している。天皇寺村は1897年、大阪市の第一次市企画庁に伴い、北部を大阪市に分離編入された。これに伴い天皇寺小学校は大阪市に移管し、更新は 現在の大阪市立天王寺小学校、大阪市立大江小校となっている。大阪市第一次市域拡張の際、村南部は天王寺村として存続し、村内に天下茶屋、安部屋の二小学校が残った形になった。天下茶屋尋常小学校は大技、天王寺を安倍の尋常小学校は大技、安部屋をそれぞれ校区とした。天下茶屋、 安倍屋の二つの小学校を1901年2月1日に統合し、天皇寺村大麻安倍の麻南坂田256番地、現在地に東成郡天皇寺神城小学校が開校した。この時開校した天皇寺神城小学校が生命九小学校の直接的な起源となっている。開校当初は天皇寺村役場に併設され、天皇寺村全域を校区とした。 当時の学校規模は3学級172名だった。1910年には高等科を併設し、東成郡天王寺神城高等小学校に改称している。天王寺村は住宅地として開発され、これに伴って地域の人口及び就学児童数も急増した。このため、大正時代には村に小学校が次々と増設されることになった。 1912年4月1日には、従来の校区から、大象通り、安倍のレーン南側を東西に走っていた通りを呼び、その延長線の直線以北の地域を分離し、東成群天王寺第二人城小学校、現在の大阪市立常小学校を開設した。1919 19年から1923年に、かけての4年間で新設校が次々とできたため、 短期間の間に、校区の再編を繰り返している。1919年9月5日には、天皇寺、天皇寺第2の2校の校区を再編し、東成郡天皇寺第3尋常小学校、現在の大阪市立丸山小学校が開校した。また1921年1月8日には、天皇寺、天皇寺第3の2校の校区を再編し、 東成郡天皇寺第四尋常小学校、現在の大阪市殿下茶屋小学校が開校した。さらに1923年7月23日には、東成郡天皇寺第六尋常小学校、現在の大阪市立安倍野小学校が分離している。天皇寺村は1925年4月1日、大阪市の第二次市企画庁により、全域が大阪市に編入された。 これに伴い、大阪市天皇寺尋常高等小学校へと解消している。1934年9月21日の室戸台風では一部校舎が倒壊する被害を受けている。1938年7月1日には大阪市生命級尋常高等小学校へと解消した。国民学校令により、1941年4月1日付で、 大阪市生命級国民学校と改称した。生命級国民学校は初等科と高等科を併設した。選挙区の悪化により、1944年には学童疎開が実施されるようになった。大阪市でも当時の地域全域の国民学校初等科児童が疎開対象となった。大阪市では、各行政区ごとに疎開先の地域を割り当て、 阿部の区の国民学校は和歌山県へと疎開することになった。生命級国民学校の集団疎開先は和歌山県糸郡学文路村、現在の橋本市、黒山町、川根村、現在は黒山町に合併と決まり、1944年8月31日に現地へ向けて出発した。児童は和歌山県糸郡金国民学校、 現在の久戸山町、立川根小学校など、現地の学校を借用して、授業を受け、また、現地の寺院や、元旅館などを宿舎とした。終戦直後の1945年10月まで、集団疎開生活が続くことになった。高等科は1945年、大阪市全体として高等科を一行政区あたり、一から二校の高等科単独設置国民学校へと、 統合、集約させる方針が出されたことに伴い、高等科を単独設置していた大阪市昭和国民校へと遺憾、統合されている。大阪市昭和国民学校は、大阪市安倍野国民学校、現在の大阪市立安倍野小学校の高等科が、独立し、1941年に高等科、単独校として、桃山学院当林。 現在の大阪立安部の中学校敷地に設置された学校である学生改革に伴い1947年廃校。大阪大空襲では校区の一部に被害を受けたが学校施設には被害はなかった。終戦に伴って1945年10月に疎開先から児童が戻り授業が再開された。1947年に実施された 学生改革により大阪市立生命休小学校へと改称している。安倍の区は空襲被害が高くと比較して相対的に少なかったため終戦直後には転入人口が増加している。また第一次ベビーブルーム世代が修学期を迎えたことも加わり、1950年代には学校規模が課題となった。在籍児童数は1959年に ピークの2535名となり、教室が足りなくなったために二部事業も行われた。1953年には、西運動場を高地として加えている。学校西隣の土地は、大阪府が団地として開発する予定だった。しかし当時の児童数増加や、学校過密化の状況から、学校敷地拡張が、必要とて、学校が大阪府に請願を行い、 学校拡張用地として取得することになった。生命級小学校では1954年にプールを設置した。学校記念誌によると大阪市立小学校としては最初にプールを設置した小学校と紹介されている。1969年には地域住民の要望により、西成陸天神の森を従来の大阪市立岸の里小学校校区から 生命九小学校校区へと編入している。児童数はピークの1959年以降はやや減少したものの1980年代まで常時1500から2000人規模の児童数で推移してきた。そのため教室不足など学校の過密化が問題化していた。1978年に生命九小学校の用地として手塚山に土地を取得した。 手塚山の校地は1980年により運動場として使用された。その後文校設置委員会が具体化し、1986年に手塚山校地に文校が完成した。文校は高区南部在住の1から3年生児童を収容する学年文校として開校し、翌1987年には学年振興で4年生まで収容した。 1988年には、文校が独立し、大阪市立生命級南小学校として5年生までの児童で開校した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。